ならば覚えていろ。私たちは確かに生きていたんだ。決着だ。本当に本当にお疲れ様。あなた体は大丈夫なの？どうかなさいましたか？見えるのよ、彼女本来のエーテルが。いわばゾディアークの信徒であるエメトセルクは光と対極をなす闇の力を使う。光と闇が全力でぶつかり合ったことで、あなたの中の光が相殺された。それだけじゃありません。エーテルの乱れによって崩壊寸前だった魂が、なんというか補われているんです。私、戦いの前結局あなたに何もできなかった。それなのになぜ、あの時何があったんですか？それって、その申し訳ないことをした。みんなにも、あなたにも。おはよう。